皆さんこんにちは。ぼっち魔女のアッシュがアニメ史に残る最高のバトルトップ10をご紹介します。ナルト。このランキングではアニメの可能性を示した作品の中から戦闘シーンをご紹介していきます。第10位、イチゴ VS ウルキオラ、ブリーチ。死神代行とクアトロエスパードの対立関係は間違いなくこのアニメの見せ場の一つで、これ以上ないほど陰惨かつ残酷な形で幕を閉じています。ウルキオラの意表をついた第二形態はイチゴをピンチに追いやったものの、彼の止めを刺すには十分ではなく、イチゴの内なるフォローを暴走させてしまい、その結果新たな恐ろしい姿を見る羽目になりました。どうあがこうとみんなに愛されるウルキオラは、イチゴの解き放たれた怒りにはかなわないのです。第9位、埼玉 VS ボロス、ワンパンマン。宇宙の覇者が世界最強の男に挑むとどうなるか、壮絶なスーパーヒーローの戦いが見られます。ボロスの持つ力は決して侮れるものではなく、先に埼玉をボロ切れのように叩きのめし、隙まで蹴り飛ばしてしまうのでした。こうにもそのおかげで埼玉は無敵のパンチを少しばかりお見舞いしなくてはいけなくなり、その結果宇宙人の暴君はマジ殴りされてしまい、たったの一撃でお抜けの殻となるのでした。必殺マジシリーズ、マジ殴り。第8位、天元炭治郎、伊之助、善逸 VS ダキと牛太郎、鬼滅の刃。UFO テーブルのアニメーションの品質と精巧さはもう高められる余地がないと思っていた矢先、バトルが始まって度肝を抜いてくれました。限界以上に追い詰められながらも、炭治郎と仲間の鬼殺隊は鬼兄弟のダキと牛太郎を倒すために全力を尽くします。天元の決死のアシストと仲間たち3人で鬼兄弟の首を同時に切るという決闘は、バトル全体において最高に感動的なものでした。第7位、ルフィ VS カタクリ、ワンピース。麦わら一味の航海旅にはハチャメチャな戦いがたくさんありますが、中でもルフィがビッグマムの最強の息子と戦った時の強烈な展開といったらありません。似たような悪魔の実の能力を持ち、覇気も使える二人の海賊は、どちらかが死んでしまってもおかしくない戦いといえます。まだまだ。敬意は持っているが、やはりカタクリは容赦のない敵で、ルフィは彼を仕留めて壮絶な戦いを終わらせるまで何度もギアを変えさせられたほど追い詰められた戦いでした。第6位、ジョータロー VS ディオ、ジョジョの奇妙な冒険。この戦いは3世代にわたるものです。ダムダムダム、ジョナサン・ジョースターの肉体とジョセフ・ジョースターの血液、そして時を操るザ・ワールドの能力を手に入れ、ディオはほとんど無敵の状態となってしまい、この吸血鬼を倒すことがジョータローの使命でした。ザ・ワールド、止まれい時よ。
古くからの因縁の対決には話題になるシーンやスタンド対決がふんだんに盛り込まれていて、ついに城太郎が魂をも打ち砕くパンチでジョースター家の宿敵を倒すシーンは最高です。ディオは不良のジョータロウをぶっつんさせたのですから、結末はたった一つしかありませんでした。第5位、ネテロ VS メルエムハンターハンター。神をも恐れぬ生来の力を持つキメラアントの王と限界まで鍛え上げたベテランハンターとの戦いは避けられない激突であり、このアニメの決定的ハイライトになりました。不滅とも思えるメルエムの体、そして急速な成長を見せる知性はどんなに強い相手も切り裂いてしまえるでしょうが、ネテロが最終奥義を繰り出すと苦戦を強いられます。念により具現化された千手観音像はとんでもない威力を見せてくれました。狂人とトカゲのような肉体を持つ男の最終局面ほど興奮させてくれたものはありません。無慈悲の方向である。第4位、大グレンダン VS アンチスパイラル天元突破グレンラガン。あらゆる SF アニメで見られるメカバトルの中でもたった一つだけ天を突き破るような白熱度で他に追随を許さない戦いがあります。なぜなら実際に銀河系ほどの大きさの巨大ロボット同士が対決するからです。打線力とチームの揺るぎない信頼を燃料に、大グレンダンは天元突破グレンラガンを実現させ、銀河の全生命を救うべくアンチスパイラルと呼ばれる宇宙的な存在に戦いを挑んでいきます。インフィニティディッシュバン。これは滑稽なほど壮大な戦いなのです。ラガンインパクト。第3位、スパイク VS ビシャスカウボーイビバップ。これほど傑作のアニメの戦闘シーンはなく、今でも最高に素晴らしい戦いとなっています。ジュリアの死後、スパイクは何としてもマフィア組織のレッドドラゴンを潰そうと決意します。ビル全体を駆け巡りながら銃をぶっ放し、かつての盟友との決戦に挑んでいくのです。本作の特徴である簡素かつストレートなハードボイルドスタイルを引っ提げ、スパイクの最後の戦いは切ないクールさの極致であり、これぞ宇宙のカウボーイと言えます。第2位、ナルト VS サスケ。ナルト、マダラとカグヤを破った後にも幼なじみから忍びの敵となった彼らには決着をつけるべき戦いが残されており、終末の谷へと向かい予想を裏切るような再戦を挑みに行くのでした。エントン、フォノイカズチ。六道の忍術を最大限に駆使するナルトとサスケは周りの景色を変えてしまうほどの激闘を繰り広げ、最初の頃からの二人の成長っぷりを見せつけてくれます。冷静で感慨深く特別な感情を込めたような一撃必殺で締めくくられ、熟練忍者たちによる内容が濃くてかっこいいバトルでした。次に行く前にぜひチャンネル登録と通知設定をして最新動画を見逃さないようにしてください。一部または全動画を通知するようにできる設定があります。スマートフォンの方はアカウント設定から。第1位、悟空 VS フリーザ。ドラゴンボール Z、 アニメにはみんなの心に刻まれるような瞬間がありますが、
滅びゆく惑星を舞台にしたスーパーサイヤ人と癖の強い宇宙人による戦いは確実にその一つでしょう。フリーザ対決までの前振りは長かったかもしれませんが、二人の戦いは見事なものでした。悟空が初めてスーパーサイヤ人になり、フリーザが自身の技で真っ二つになる場面や、怒りを爆発させて放った痺れるような気候波で戦いにケリをつけたあの有名なシーンまで、このバトルはこのジャンルにおいてみんなが目指すべき規範となりました。いかがでしたか？他の動画もチェックして動画を見逃さないようチャンネル登録と通知設定をお願いします。